11月24日の IT ラジオ、本日はブラックフライデーセールについてお伝えしていきたいと思います。はい、そろそろですねブラックフライデーセールが行われます。まあ、今日がね11月24日で木曜日なので、まあ、今日の深夜から、まあ、11月25日からおそらくブラックフライデーセールが、まあ、いろんなネットショップとかで行われるんじゃないかなと思います。ブラックフライデーセールでは基本的にはガジェット類だとか電化製品とかね、まあ、そういったものが対象にセールが行われたりするんですが、まあ、Amazon とかでもね行われますと。で今回 Amazon ではブラックフライデー記念ということで Kindle Unlimited、まあ、Kindle のですね読み放題のプランがあるんですけれども、まあ、そちらが3ヶ月99円キャンペーンを開催するそうです。はい。まあ、Kindle Unlimited 読み放題とは言っても、まあ、当然対象となるような雑誌とか、まあ、本とかは限られていたりはするんですけれども、まあ、結構ね、対象となる本は幅広かったりするので、まあ、読書が趣味の方とかは、これを機にですね、この3ヶ月99円キャンペーンを使って、加入してみるのもいいのかなとは思いました。で、あとは、まあ、Kindle のアンリミテッドとは別に、普通の Kindle で読むような本とかも、たくさん大規模にね、セールが行われるみたいで、まあ、開発に関する、まあ、プログラミングとかデザインとかに関する本とかも、たくさん、セールになっているみたいです。なので、まあ、これからですね、何かしら、勉強したいという方は、まあ、このブラックフライデーセールを活用して、まあ、本とかを購入してみてもいいのではないかなと思って、まあ、今回紹介させていただきました。まあ、ただ、あまりにもね、たくさんの本を買っちゃうと、まあ、いわゆる積んどくと、買って満足というような形になってしまうかなと思いますので、なるべくですね、自分が読めるというか、取り組める量の本をまずは買ってみることを個人的にはお勧めしております。はい。ということで、ブラックフライデーセールについて紹介させていただきましたが、まあ、ここからは自分の話になりまして、まあ、自分もですね、実はブラックフライデーセールで買おうと思っているものがありまして、それが、3-in-1 のマグセーフチャージャーです。まあ、いわゆる iPhone だとか、Apple Watch だとか、AirPods ですね。まあ、こういった、まあ、3種の、Apple の3種の神器なのかわかんないですけど、まあ、これらを同時に充電できるようなチャージャーを買おうかなと思っています。というのもですね、実はこの IT ラジオを撮っている本日、我が家に Apple Watch が届きまして、まあ、どうせならということで、まあ、このブラックフライデーセールを活用して、チャージャーを買おうかなというような感じです。で今お伝えしたアップルの3種の神器に関しては、まあ、自分が使っているものじゃなくて、まあ、奥さんのものなので、まあ、奥さんのために買いたいなという感じなんですけど、まあ、ちょっとね話が、それるんですが、まあ、マグセーフ充電に関してちょっとね自分がもしやと思ったことを紹介させていただければなと思ってます。で、なんか最近ですねアップルの商品でいろいろマグセーフ対応のものが増えてきたなと感じています。例えばiPhone とかもマグセーフで、まあ、裏側にね磁石みたいなのがあって、まあ、それにカチッてくっつけるだけで充電ができたりだとか、最近発売された M2 の MacBook Air とかもですね、久しぶりにマグセーフ充電に戻っております。で、他にも、まあ、今日買った Apple Watch とかもそうですし、まあ、AirPods とかもマグセーフで充電ができるようで、まあ、Apple の中で結構マグセーフが流行っているなという感じなんですけど、こっからですね、ちょっと自分の、まあ、アグレッシブな予想なんですが、もしかして Apple はマグセーフオンリーにするつもりじゃないかなと、まあ、そういう予想があります。今までですね、アップルはライトニング端子とかに結構こだわっていて、まあ、それがユーザーからだいぶ不評で、ライトニングにするぐらいなら、まあ、USB Type-C にしてくれよという声が結構強かったかなと思うんですけど、まあ、今回ですね、自分の過去の IT ラジオの回でもお伝えさせていただきましたが、EU の方で、まあ、USB Type-C を強制するような法案が可決されて、おそらく2024年度の、Apple の iPhone ですね。iPhone はライトニング端子ではなくて、USB Type-C になるだろうというふうに言われています。で、この USB Type-C になるだろうというふうに言われていますということで、自分も皆さんにお伝えして、自分もさすがに USB-C 来るんじゃないかなと思ってたんですが、いや、待ってよ。これもしかして USB-C とかの、まあ、そういう充電端子の穴とかも全て廃止する流れなんじゃないかっていうのが、まあ、自分の中でちょっとピンときました。まあ、可能性としてはさすがにそんなに高くはないかなとは思ってるんですけど、今までね、Apple は、まあ、iPhone のそのイヤホン端子を削除したっていうような流れがあります。まあ、突然ね、イヤホン端子が
パッて消えてしまったので、まあ、ワイヤレスイヤホンとかを使ってくださいねみたいな感じで、まあ、みんなねワイヤレスイヤホンに移行したかと思うんですけど、まあ、今回ももしかしたらそんな感じで、まあ、充電のね穴っていうのが急に削除されて、まあ、マグセーフ使ってくださいねという風になるんではないかなと、まあ、ちょっとね本当に、まあ、邪推ではあるんですけど、まあ、来る可能性もなきにしもあらずだなという風には考えてます。はい、ということで、まあ、USB Type-C をね、待望しているユーザーもいるかと思うんですけど、まあ、Apple はね、今まで、まあ、そういうユーザーの要望とかをね、まあ、平気で裏切ってきた。まあ、今までいい意味でも裏切ってきたことは多いと思うんですけど、まあ、そういう感じで今回も裏切ってくるかなと、ちょっと思っておりますので、まあ、個人的にそれはそれで逆に楽しみだなと思ってるので、まあ、ちょっとね、そんな感じになったら、いいなと、ちょっと思ってたりします。はい。まあ、ということで、今回はですね、まあ、ブラックフライデーセールと、まあ、そこからいろいろ派生しまくって、まあ、アップルがですね、マグセーフ充電オンリーにするんじゃないかなと、まあ、そういう予想までさせていただきました。はい。ということで、今回の IT ラジオは以上です。11月25日の IT ラジオ。本日は、ローソンがアバターワーカーというものを募集したことについてお話ししていきたいと思います。ローソンはアバター事業を手掛けるアビタと協業し、時間や場所などにとらわれない新しい働き方、アバターワーカーを公募する。11月末に首都圏でオープン予定の未来型店舗、グリーンローソンにアビタのアバター接客サービス、アバコムを導入。アバターを活用した利用者の困りごとへのサポートや新商品の説明、VTuber とのコラボレーションによるエンターテインメントの提供など新しいコミュニケーションの実現を目指す。はい、ということでローソンがですねアバターワーカーという、まあ、新しい働き方ができるような、まあ、採用をするという話なんですけれども、まあ、そもそもこのニュースを見て自分が思ったのがグリーンローソンってなんだということです。11月末に首都圏でオープン予定の未来型店舗グリーンローソンで、このアバターワーカーっていうのが実際に働くことになるわけなんですけど、グリーンローソンって何なんだろうっていうのをちょっと調べてみたところ、環境に配慮した、まあ、新しい形のローソンのことらしいです。まあ、具体的にですね、どういった特徴があるのかという話ですが、まあ、5つね、ここに書かれてまして、まあ、例えば、太陽光パネルで発電するというものだとか、まあ、売れ残り弁当とか惣菜とかのフードロスがなるべくなくなるような仕組みを取り入れていたり、プラスチックスプーンとかフォークとかは配布しないと。で、他にもですね、プラスチック消費削減のための紙製品を拡大してますだとか、あと面白いなと思ったのが、洗剤やシャンプーなどの量り売りを導入しているというところです。コンビニとかでね、洗剤とかシャンプーって、まあ、確かに置いてあるなっていう感じなんですけど、まあ、基本的にはパッケージで販売されていて、まあ、このグリーンローソンでは、まあ、そうじゃなくて、量り売りで購入することができるということです。はい。まあ、結構面白い取り組みですよね。まあ、そんな感じで、環境に、とにかく配慮したのが、まあ、このグリーンローソンなのかなと思ってます。SDGs とかね、持続可能な社会にしようと、まあそういう流れの一環で、出てきたアイデアかなと思うんですけど、まあ、ターゲット世代はね、多分、Z 世代かなと思ってて、まあ結構その Z 世代っていうのは、こういうエコ意識とかが強いらしいんですよね。で、自分はですね、Z 世代ではないんですけど、まあ Z 世代ってね、26歳までかなと思うので、まあ自分は30歳なんで、Z 世代ではないんですが、かなりエコ意識は強い方かなと思うので、まあちょっとね、このグリーンローソンできたら行ってみたいなというふうに考えています。はい。まあ自分はですね、このエコ意識だけじゃなくて、結構ね、健康意識とかもすごい強くて、どっちかっていうと、まあ、無添加無課長、まあ、添加物を入れないとか化学調味料を入れないだとか、あとは、まあ、食べ物とかもね、どっちかっていうと、農薬とかが入ってないオーガニックな、まあ、有機野菜とかがね好きだったりするので、そういうものそういった商品とかがね置いているとすごい嬉しいなと思ってます。まあ、ナチュラルローソンっていうのもね、ローソンのシリーズであるんですけど、あれもですね、まあ、そんな感じで歌ってはいたんですが、まあ、実際行ってみると、まあ、そういった製品って、まあ、ほとんどなくて、まあ、結構ね、添加物とか、まあ、化学調味料とかが入ってたりするものが多いので、まあ、個人的に、グリーンローソンにはちょっと期待しております。はい。まあ、ということで、ものすごくね、グリーンローソン興味深いなと思っておりますので、できたらちょっと伺ってみようかなと考えているということです。はい。少しですね、話が脱線してしまいましたが、まあ、そのグリーンローソンで、アバター接客サービスっていうのが行われるということですね。例えばですね、こちらは
セルフレジの横とかにアバターとかを表示するモニターとかを設置して、セルフレジの使い方とか、まあ、商品の案内とかをこのモニター越しにいる人が行うということですね。なので働く人っていうのもわざわざこのグリーンローソンの方まで訪れることなく、家の中で遠隔地から働くことができるということです。まあ、こうすることによって年齢とかね、性別とかに関係ないですし、あとはまあ障害とかをね持っている方とかでも仕事が簡単にというか変わらずできるということで、本当にねこれは素晴らしい取り組みだなと思ってます。まあ、実際に行ってみたら、まあ、ちょっとね、違和感がすごいとかももしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、意外と慣れじゃないかなとも思っているので、まあ、実際にですね、自分はこちら、体験しに行ってくるので、まあ、そのレビューも、こちらでするので、楽しみにしておいてください。まあ、11月末からオープンということで、まあ、12月上旬には行きたいなと考えています。おそらく、まあ、12月上旬中に、こちらの IT ラジオでそのレビューとかもするので、まあ、楽しみにしておいてください。12月2日の IT ラジオ。最近ですね、少し IT ラジオの更新が滞っていたんですが、理由としましては、自分が奥さんの実家の方に帰っておりまして、ちょっとね、IT ラジオ撮りたいなと思ってたんですが、なんやかんやでちょっと撮る時間を設けることができなくて、更新することができませんでした。楽しみにしていた方には本当に申し訳ないなと思っております。これからまたですね、IT ラジオを始めていこうかなと思いますので、これからもですね、お聞きいただけますと幸いです。それでは、始めていきます。本日お伝えするニュースは、スタートアップ企業支援、まあ、政府のですね、スタートアップ企業支援に関するニュースとなります。政府が革新的なビジネスを生み出すスタートアップ企業を支援するため、投資額を今後5年間で10兆円規模に拡大することを目指す育成計画案をまとめました。はい、ということで、まあ、政府のですね、スタートアップ支援に関する話なんですけれども、いや、これね、本当にすごいなと思います。なんと投資額が5年間で10兆円規模に拡大するということで、いや、これかなりでかいんですよね。というのもですね、今どのぐらいかと言いますと、まあ、大体今がですね、8000億円規模というふうに言われているので、今後5年間で、まあ、それが10倍以上になってしまうと、まあ、10兆円規模ということで、12倍以上という感じになるので、まあ、かなりですね、大きな、スタートアップ支援になるなと思っております。で、他にもですね、こちら育成計画案の中では、まあ、いろんなですね、アイデアがありまして、まあ、例えば、創業を目指す若手人材に経験を積んでもらうため、1000人規模で海外派遣することなども目標に掲げているみたいです。はい。まあ、ただね、これが、どのぐらいの効果があるのかっていうのは、個人的にはちょっと懐疑的だなと思っていて、まあ、スタートアップ経営者が海外にですね、派遣されたとしても、ある程度の刺激はもしかしたらあるかもしれないですが、それが日本のスタートアップ界隈にかなりね、プラスな影響を与えるのかどうかっていうのは、ちょっとね、まあ、懐疑的というか、ここら辺はちょっと効果検証とかもしっかりしていただきたいなと個人的には思っております。はい。で、他にもですね、計画案の中にはいろいろ書かれておりまして、例えば、企業が報酬として従業員などに与える自社株購入の権利、ストックオプションに関する税の優遇措置の拡充だとか、あとは2000億円の基金を設けて、企業が事業を軌道に乗せる後押しを行うというところもあるみたいです。はい、前者のですね、ストックオプションに関する税の優遇措置っていうのは、これはもう純粋にいいことかなと思います。やっぱりスタートアップに参画する一番のメリットとしましては、まあ、夢を買うというか、まあ、ストックオプションをね、もらって、で、会社が例えば将来的に上場したりだとか、まあ、売却したりだとかした時とかに、従業員とかもね、ある程度の、まあ、お金が入ってくるっていうのは、まあ、本当にね、スタートアップに入る、まあ、メリットの一つ、まあ、一番大きなメリットかなとも思いますので、まあ、そこら辺がですね、かなり優遇されるようになるっていうのは非常にいいことかなとは思います。まあ、ただ、中身がね、ちょっとまだ書かれていないので、まあ、実際にどういったところが優遇されるのかなっていうのは、まあ、ちょっと気になるなと思います。で、後者のですね、2000億円の基金を設けて、まあ、企業が事業を軌道に乗せる後押しを行うというところも、まあ、これもですね、ちょっと詳細がこの記事には書かれていないんですが、まあ、おそらくスタートアップがどんどんね、段階を踏んでいって、まあ、後々になったとしても、そこをですね、ちゃんと支援してくれるような、まあ、そういう話なのかなと予想しています。スタートアップには段階がありまして、例えば一番最初がですね、シード期と。で、そこからどんどん上がって、例えばシリーズ A とかシリーズ B とか読んだりして、まあ
日本だとねシリーズ B ぐらいで、まあ、上場したり、売却したりっていうのも結構多いんですけど、まあ、海外とかだと、まあ、アメリカとかだとシリーズ C とかシリーズ D とかまで行って、まあ、そこからね上場とか、いうパターンとかも結構あります。で、おそらく、まあ、スタートアップがシリーズ A とかシリーズ B とか、まあ、そういった段階でも、まあ、ちゃんと支援しますよっていうのが、こちらの内容なのかなと、まあ、考えてますが、まあ、実際どうなるのかわかんないですけど、まあ、あくまで自分の予想ということです。はい。ということで、政府のですね、スタートアップ企業支援に関する、話を紹介させていただきました。まあ、自分もですね、スタートアップに所属する一員ですので、まあ、ここら辺のですね、支援っていうのが、まあ、拡充されることに関しては、もう本当にありがたいなと思っておりますし、まあ、今後もどんどん拡大していって、まあ、引いてはね、日本の、まあ、次の、まあ、会社とかがね、どんどん育つような、まあ、そういうような形になっていくと、まあ、非常に嬉しいなと思っています。はい、ということで、まあ、今回のニュースは以上になります。12月3日の IT ラジオ。本日は無人タクシーのクルーズというアメリカのサービスなんですけど、紹介させていただければなと思います。まあ、今回のはニュースというよりは、ブログの記事でして、まあ、タイトルがですね、話題の無人タクシークルーズをサンフランシスコで乗ってみた。その驚愕のユーザー体験とは、というような感じのタイトルになっております。まあ、皆さんも興味があれば読んでいただきたいんですが、まあ、今回は口頭でちょっと中身をですね、紹介させていただきます。で、まずこのクルーズについてなんですけど、クルーズっていうのは、まあ、自動運転技術とかを利用して、まあ、無人タクシーの実用化を目指しているスタートアップらしくて、GM とかから、まあ、GM を筆頭にですね、合計150億ドルもの資金を集めているみたいです。まあ、本当にね、日本でそんだけの、資金を集められるスタートアップは、まあ、自分が知る限りだとおそらくないので、まあ、本当にね、かなりすごいなと思います。で、このクルーズが、オフィスはサンフランシスコにあって、今サンフランシスコで、このテストを開始しているみたいです。まあ、2013年にスタートしたスタートアップらしいんですけど、まあ、この運用、まあ、テストですね。テストを行うまでに、なんと10年弱かかっているみたいです。なかなか、長い期間ずっと開発とかを続けてたんだなということで、本当にすごいですよね。で、今ですね、行動でテストは行っているんですが、まあ、まだそれもですね、クローズドベータの状態らしくて、まあ、選ばれたユーザーしかまだこのサービスを使うことができないみたいです。で、この著者の方は、まあ、ついにですね、招待状が届いたということで、このクルーズを使ってみる形なんですけれども、まあ、アプリがね、アプリでその配車とかを行うことができるらしくて、最初ですね、オンボーディングといって、まあ、こうやってアプリは使うんだよみたいな、まあ、そういうその手順とかをね、示してくれるような画面があるんですけれども、まあ、そのオンボーディングはまあめちゃくちゃ使いやすいというふうに書いていますね。ストレスは皆無ということで、もう本当にこんな感じで乗るんだというのがすごくわかりやすくなっているみたいです。結構ね、話逸れるんですけど、アプリのオンボーディングって非常に重要で、まあ、オンボーディングで、まあ、ちゃんとユーザーにこういう風に使うんだよっていうのを伝えられないと、まあ、ユーザーはね、すぐにそのアプリを使うのをやめて、まあ、削除してしまうと。で、アプリって一回削除されると、もう本当にね、なかなか二回目は入れてもらえないっていうのがあるらしいので、まあ、このオンボーディングっていうのは非常に重要らしいです。まあ、各社ね、結構オンボーディングは今はもうこだわるようになっているのかなという感じですね。はい。で、この、まあ、クルーズなんですけれども、実際には乗れる時間とルートとかは、まあ、かなり制限されているらしくて、やっぱりテスト中というところもあって、まあ、まだまだね、いろいろ制限はあるみたいです。で、この著者の方が、まあ、早速利用してみるということで、まあ、夜の10時にね、使ってみたらしいんですけれども、まあ、乗り場を指定したのに、今のところはね、まだその自分のいるところまで来てくれないみたいです。どうしてもね、ルート制限みたいなのがあって、まあ、ポートみたいな感じで、その場所に行かないと、このタクシーがね、止まってくれないということで、まあ、ちょっとね、乗り場のところまで歩く必要があるというところらしいです。で、実際にですね、そのポートのところに着いたんですけど、まあ、車がなかなか止まらないということで、実際にですね、このクルーズの車両が来たんですが、まあ、なかなかうまく止まってくれないらしくて、まあ、何回もね、その止まったり進んだりとかを繰り返して、まあ、ちょっと不安だったみたいです。で、少しして、まあ、クルーズがですね、止まって、まあ、車両の中を見ると、まあ、本当に無人ということで、やっぱ人生でね、初めて運転手のいないタクシーということで、まあ、めちゃくちゃ感動したというふうに書いてますね。いや、自分もこれ実際に見たらかなり感動しそうだなと思います。
はい、で座席のところにタブレット表示とか、まあ、車内アナウンスとかが、ね、行われて、まあ、シートベルトを締めると、まあ、すぐに、ね、発車するというような形みたいです。まあ、ここら辺 の体験とかも、まあ、友人タクシーとかと比べてもかなり未来的な感覚を、覚えたというふうに書いていて、いや本当すごいですよね。実際使ったら、まあ、自分もですね絶対感動するだろうなと。まあ、この車両がですね来て中開けたら無人で、まあ、座ってシートベルトを締めたらもうすぐに発進し出すということで、いやかなりね未来だなというふうに思います。で、肝心のですね運転の方も、まあ、かなり安全らしくて、まあ、ゆっくり正確に動くらしく、まあ、恐怖心なく乗れるというふうに書かれております。まあ、ここら辺もね本当にやっぱ機械がね勝手に動くと、まあ、ちょっとどうしても恐怖心ってあると思うんですけど、まあ、そういうのもまあないというふうに書かれているので、まあ、これはね安心していいのかなと思いました。ただ、なぜかなかなか降ろしてくれないらしくて、まあ、その目的地についても全然止まってくれないみたいです。で、ちょっとね遠ざかってないのかなっていうところで、まあ、少し様子見してたらしいんですけど、まあ、同じルートをね何周もちょっと、動き続けそうなので、まあ、それはちょっと困るなというところで、まあ、強制終了ということで、まあ、緊急停止をさせたみたいです。はい。まあ、でもやっぱちょっと怖いですよね。目的地に近づいても、まあ、全然止まらず、まあ、そのまま通り過ぎちゃうと、まあ、自分でもですねあこれやばいかもってやっぱ思っちゃうかなと思うので、まあ、ここら辺はだいぶ改善の余地ありなのかなというふうに思います。で、この方はですね、まあ、帰りもクルーズを使おうとしたらしいんですけど、まあ、その時も、まあ、なかなかね止まってくれず、全然乗れなかったのでもう諦めて歩いたというふうに書いています。はい。まあ、まだまだね改善点は多いけど今後に期待というふうにも書かれていて、まあ、本当にその通りだなと思います。最初からね完璧なシステムっていうのは存在しないので、まあ、トライアンドエラーを繰り返しながら、まあ、どんどんね改善させていって、まあ、最終的に使えるような形になっていくというような、まあ、そんな感じのビジネスかなと思いますので、まあ、これからですねおそらく急成長していくスタートアップじゃないかなと個人的には思いました。日本だとね無人タクシーとか、まあ、無人の、まあ、自動運転みたいなところはなかなか法律的に厳しいところが多くて、チャレンジしているスタートアップとかも少ないような印象があります。はい。まあ、日本の場合は特に安全性とかを重視する方が多くて、まあ、実際自分もそれはもう非常に重要だとは思っているんですが、まあ、安全性を重視しすぎるあまり、まあ、全然ですねスタートアップが、まあ、そういうところに取り組めず結果的に、まあ、将来ですね海外に取られてしまって、まあ、ビジネス的に、負けてしまうということが、まあ、日本だとあるあるかなと思っていて、まあ、そうはならないでほしいなとは思いました。で、ちなみに今回はクルーズというスタートアップを紹介させていただきましたが、サンフランシスコでは他にもウェイモとかズークスといった、まあ、自動運転を開発しているスタートアップがあるらしく、まあ、テスト走行とかをね、そういったスタートアップももうすでにやってるみたいです。まあ、日本もね、早めにテスト走行とかができるようになって、まあ、頑張って、まあ、こういった企業とかに対抗してほしいなというような感じです。はい。ということで、今回はですね、無人タクシークルーズの体験記について紹介させていただきました。12月4日の IT ラジオ。本日は Google Maps の開発者向けの新しい機能について紹介したいと思います。こちらはですね、Google Developers という Google がやっているブログがあるんですけれども、そこの内容です。環境に優しいルート選択の開発者向けプレビュー版が公開されました。燃費を向上することで車両の燃料使用量、エネルギー使用量と CO2 排出量を削減できます。また、ウェブとモバイルの両方に環境に優しいルート選択を有効にするオプションが追加されます。はい。ということで、Google Maps の開発者向けのプレビュー版というものがあるんですけれども、まあ、そこで、環境に優しいルート選択を有効にできるようなオプションが搭載されたみたいです。で、この環境に優しいルート選択を有効にすると、選択したエンジンの種類とリアルタイムの交通状況や道路状況などの情報を合わせることで環境に優しいルートを選定できますと。今の Google Maps には、まあ、そういったね環境に優しいルートを選択するみたいなことってできないと思うんですけど、まあ、開発者向けプレビュー版ではそれがですね選択できるようになったということで、まあ、おそらく将来的に、まあ、一般のね Google Maps ユーザーにも公開されるようなものかなと思っております。はい。まあ、ということで、まあ、Google がですね、新しい、まあ、環境に優しいルート選択というのをできるようにするわけですけど、いやー、それにしてもすごいですよね。
Google マップスのユーザーとかって、まあ、全世界でね、まあ、何十億は言い過ぎか、まあ、10億人以上いるというふうなデータを過去に見た記憶があるんですけれども、まあ、そのねユーザーたちが、まあ、こういう環境に優しいルートとかを選択すると、まあ、かなりのねインパクトがあるかなと思っていて、まあ、本当にあの素晴らしい機能だなというふうに思います。で、まあ、どういうふうに実現しているのかなというのが気になるところなんですが、そこもですねこの記事のところには書かれていますので、まあ、ちょっと読み上げていきます。米国エネルギー省の国立再生可能エネルギー研究所の知見と欧州環境機関のデータを用いて燃料効率とエネルギー効率を推定します。この計算では燃料消費量、エネルギー使用量、CO2 排出量に影響する次のような要因が考慮されますと書いていて、まあ、4つの要因が挙げられています。まず1つ目がエンジンの種類ごとの各地域の代表的な自動車の平均燃料消費量またはエネルギー消費量と書いています。エンジンの種類っていうのは、まあ、ガソリンなのかディーゼルなのかハイブリッドなのか電気なのかというところですね。で、2つ目がルート上での坂の勾配ということで、まあ、坂がどんだけあるかという話ですよね。で、次が少し進んでは止まるパターンの交通状況と書かれているんですけど、まあ、おそらく、まあ、例えば信号のことかなと思います。信号とかがね、多かったりすると、まあ、進んでは止まるっていうのが多くなるかと思いますし、まあ、あとは、まあ、交差点とかですね、曲がったりするのが多いと、まあ、進んでは止まるっていうのが多いかなと思いますので、まあ、そういうのも考慮していると。で、最後に、まあ、道路の種類って書かれてて、まあ、一般道路や、高速道路などということですね。まあ、こういった4つの要因をもとに、まあ、いろいろ計算して、環境に優しいか、まあ、優しくないかっていうのを判断しているというところですね。いやーこれはもう本当にあの素晴らしい機能だなと思っているので、まあ、早く一般ユーザーとかもちょっと使えるようになってほしいなと思います。はい、ということで、今回はですねちょっと短かったんですけれども、まあ、Google マップスの、開発者向けの新しい機能について紹介させていただきました。12月5日の IT ラジオ、本日はポスト、ツイッターとして、まあ、いろんなサービスが出てきましたよという話と、あとはですね、そこから発展して、まあ、アイディアを真似することについて、ちょっと自分の意見をお伝えしたいなと思います。はい、まずはですね、ツイッターの後釜として、まあ、いろんなサービスが出てきていますよという話をしたいんですが、ツイッターがですね、今、まあ、イーロン・マスクが買収してから、まあ、ドタバタしているかと思いますが、まあ、それでツイッターを新たに始める人もいれば、まあ、やめて他のアプリを探す人もいます。で、まあ、ツイッターの後釜として有力候補は今のところマストドンというものかなと思いますが、このマストドン自体はね、2016年か、まあ、2017年ぐらいに出てきたアプリだと、まあ、自分は記憶しているんですけど、まあ、マストドン以外にも他にもたくさん出てきていますと。で、その一つとして今回紹介するのが、まあ、ポストドットというものです。ポストドットニュースっていうようなドメインになっているので、まあ、興味がある方は見ていただけたらいいかと思うんですが、今のところ招待制ベータです。で、この新しく出たポストドットというものなんですけれども、まあ、こちらはですね、元 Google の方が立ち上げるものということで、まあ、結構ね、期待を集めていて、まあ、すでにユーザーもたくさんいるみたいです。で、25日ということで、先月11月25日時点ですね、その段階で参加済みユーザーは5万9000人で、ウェイトリスト、まあ、いわゆる招待に申し込んだけどまだ使えないというユーザーが31万人もいるみたいです。まあ、かなりの人数ですよね。はい。まあ、このポストドットっていうのは、まあ、見た目とかはね、結構ツイッターライクで、まあ、ツイッターとね、ほぼ同じように使えるんだけれども、まあ、思想としては、まあ、もっとニュース寄りということで、まあ、ツイッターはね、まあ、ニュースも一応あるんですけれども、まあ、このポストドットはさらにニュース寄りにしたいと、まあ、未来の新聞みたいなのを目指しているのかな、みたいな感じで、この記事では書かれております。はい。まあ、ということで、まあ、ポストドットというものがあるんですけれども、まあ、他にもですね、ツイッターの後釜としてハイブソーシャルというのも、まあ、結構有名で、まあ、これをね使おうとしているユーザーとかも、まあ、たくさんいるというふうに伺ってます。はい。まあ、他にもね、おそらく無限にポストツイッターみたいな感じで、たくさんの、まあ、ツイッターライクなアプリケーションが出てきているかとは思うんですけれども、まあ、こういう、まあ、ツイッターの、まあ、アイディアをですね、まあ、いわゆるパクるではないですけど、まあ、真似て、新しく作るのってどうなのかっていう話をちょっとしていきたいと思います。で、結論から言うと、個人的には全く問題ないと思っていて、
まあ、そういったサービスを作りたいのであれば、まあ、誰しもが全然真似して作ってもいいんじゃないかなと考えています。まあ、ただね、当然、ロゴを丸パクリするだとか、まあ、デザインを丸パクリするとか、特許をね、侵害するとか、まあ、そういうのは、もちろんダメなんですけれども、まあ、そういったアイディアをね、真似するっていうのは全然問題ないかなと思っていて、まあ、これは別に、ウェブとかに限った話ではなくて、まあ、世の中でもね、普通に行われているところかなと思います。まあ、例えばね、似たようなファッション、まあ、似たような洋服とかも世の中にはたくさんありますし、まあ、似たような、まあ、飲食チェーンだとかもたくさんありますし、まあ、本当に同じような商品って、まあ、普通に世の中にありふれてるじゃないですか。まあ、それと同じような感じで、まあ、ウェブの世界でも別に同じようなサービスを、まあ、誰が作ろうとも、まあ、特に問題はないということで、まあ、正気があるのであれば、まあ、誰しもがね、やっていいんじゃないかなと、まあ、やるべきじゃないかなと考えております。はい。まあ、そもそもなんですけど、ユーザーからすると、やっぱりより良いものを使いたいということで、例えば今回の話で言うと、まあ、ツイッターを、まあ、皆さん使っている方多いかなと思うんですが、まあ、ツイッターよりね、より良い、まあ、ツイッターライクなものがあれば、まあ、そっちの方が、まあ、世の中のためにはなるわけであって、個人的には、まあ、そういう観点からも、まあ、全然同じようなサービスを作るっていうのはありだと思います。はい。まあ、で、実際にですね、これは、まあ、ツイッターの今回の話だけじゃなくて、まあ、昔からずっと行われていることでして、例えばですね、フリマアプリで今一番有名なのはメルカリかなと思うんですけれども、それまでもですね、たくさん似たようなアプリとかはありました。まあ、メルカリが一番最初に出てきたものではなくて、メルカリは後発だったけれども、勝っていったというところですよね。確かね、フリマアプリで、まあ、フリマっていうのがあったと思うんですけど、まあ、それがね、自分が知る限りでは一番最初だけれども、まあ、後々、まあ、メルカリがですね、勝ったというものです。で、自分の、まあ、使ったサービスの例でも、まあ、昔ですね、Google リーダーっていうものがあったんですけれども、まあ、RSS リーダーって言って、まあ、ちょっとね、説明が難しいので省くんですけれども、まあ、非常に便利な、ツールがありまして、まあ、それ使ってたんですけど、まあ、なくなったんですよね。まあ、Google って突然サービスを終了するって結構あるあるなんですけど、まあ、Google リーダーやめますって言って、まあ、そこからですね、RSS リーダーが本当にたくさんブワーって出てきて、その中で自分はフィードリーというのが、まあ、一番使いやすかったので、まあ、それをですね、後釜として使って、まあ、実際ですね、Google リーダーの時より使いやすくなっていて、いや、こっちの方がいいなというふうに思ったのを覚えております。まあ、最近の例で言いますと、まあ、ゼンリーですよね。ゼンリーという、まあ、位置情報を共有するためのアプリがあって、まあ、結構ね、若い世代とかに使われているアプリケーションなんですけど、まあ、そのゼンリーがですね、もう本当にたくさんユーザーがいたのに、まあ、突如終了するということで、親会社にスナップっていうところがあるんですけど、まあ、そこがですね、ゼンリーを作っているところを買収して、まあ、それをですね、ずっとやってたんだけど、まあ、急にこの親会社のスナップが、まあ、ゼンリーを辞めますっていうことで、急遽ね、ゼンリーが使えなくなるんですけれども、まあ、その後釜として、まあ、日本でナウナウというようなアプリが出てきて、それがですね、今もう本当にたくさんのユーザーがついております。はい。まあ、ということで、まあ、ユーザーからすると、まあ、非常に便利なアプリケーションが急に使えなくなるっていう方が、まあ、悲しいというか、まあ、嫌なことですので、まあ、それをですね、まあ、ちゃんと後釜となるようなアプリケーションが、まあ、そこを補完してくれるのであれば、まあ、それは素晴らしいことだなと考えております。はい。ということで、まあ、ちょっとね、長くなってしまいましたが、今回はですね、まあ、ポスト、ツイッターとして、まあ、いろんなアプリケーションが出てきていますよという話と、サービスをですね、真似してリリースするのはどうなのかというところで、まあ、自分の意見をお伝えさせていただきました。12月16日の IT ラジオ。本日は、Apple と Google のアプリストアのアワードについて紹介していきたいと思います。Apple も Google もですね、アプリストアを持ってます。Apple の場合は App Store、Google の場合は Google Play Store というものを持っているんですけれども、まあ、皆さんもですね、普段アプリとかをダウンロードするときとかは、基本的にそのアプリストアからダウンロードしているかと思います。で、このアプリストアにアワードがありまして、まあ、毎年ですね、開催されているものなんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、その年に良かったアプリは何なのかとか、まあ、ユーザーから支持されたアプリは何なのかとか、まあ、そういったのを表彰するような、まあ、そういうものが各アプリストアの方で開かれております。今日はですね、そちらで賞を取ったアプリをいくつか紹介させていただこうかなと思います。で、まずはアップストアの方から見ていきたいんですが、アップストアの方は、まあ、いろいろあるんですけど、ちょっとね、どれも選考基準、まあ、選定基準ですね、が書かれていないので、まあ、おそらくアップルの方で独自で決めたものかなとは思うんですけど、まあ、一つ一つ、紹介していきます。
まずベスト iPhone アップに選ばれたものが B ディールというような SNS となっております。この B ディールはですね、確か去年の末ぐらいか、もしくは今年の頭ぐらいに発表されて、一躍有名になったアプリなんですけど、日本ではあまり使われていないので、日本における知名度は結構低いのかなとは思います。でどういうことができるアプリなのかと言いますと、1日1回写真をですねアップすることができる SNS なんですけど、そのアップする写真っていうのが加工を行うことができない、つまり写真をですねパシャって撮ったらそれがそのままアップされてしまうと、そういった SNS になっております。それがですね一体どういう価値があるのか、どういうところがいいのかという話ですが、これがですね加工することができないから、その人とか、もしくは友達とかを撮ったら、その友達の本当のありのままの姿を見ることができる、SNS になっているということですね。インスタとよく比較されたりするんですけど、インスタの場合とかだと例えば何かしら写真とかを撮った時とかに、ほとんどの人が加工をしているかと思います。例えば自分を撮って自撮りとかをしたら、それをですね加工して、インスタにアップするっていうのが、結構ね行われているとは思うんですけど、そういったのをちょっと、言ってしまえば疲れたと、そういう加工された写真とかに疲れて、ありのままがいいよねみたいな、そういう人が使うような SNS として、この B リールはかなり使われている印象があります。日本でもね流行るかなと個人的に思ったんですけど、今のところはですねあまり聞かないので、もしかしたら来年とかねじわじわ時間差でこの B リールが日本で流行るかもしれません。そう考えると、今のうちから B リールとかを触っておいて、フォロワーとかをね先行者優位で獲得するっていうのは、もしかしたらいいアイデアかもしれませんね。はい、ということでベスト iPhone アップに選ばれた B リールを紹介させていただきました。この後もですねいくつか、いろんなアプリを紹介させていただくんですけど、今の B リールぐらい、詳しくですね解説できるものがあんまりなさそうなのと、詳しく解説できたとしても、解説してたらいくら時間があっても足りないので、ここからはねつらつらと、紹介させていただきます。ベスト iPhone ゲームに選ばれたのが Apex Legends Mobile というものです。よくエペとか呼ばれたりするものなんですけど、結構ねこれはモバイルだけじゃなくてPC とかでもね流行った印象があります。本当に人気のゲームですが、最近はちょっといろんな、競合のソフトとかに取られてきているかなと。例えばバロラントとかがね今だと人気かなと思うんですけど、そういうのにちょっとずつ、シェアを奪われているような印象はあります。はい、ということで、ベスト iPhone ゲームは Apex Legends Mobile ですね。でベスト iPad アップがですね Good Notes 5ということで、 Apple Pencil とかでね手書きで、いい感じで書けるノートアプリらしいです。自分はちょっとね使ったことがないのであまり詳しいところは分かりません。でベスト iPad ゲームがモンケージかな、ちょっと読み方が難しいんですけど、箱庭の夢というふうに書いてますね。パズルゲームらしいです。で次がベストアーケードゲームで、これが読み方むずいな、ワイルドフラワーズかな、書いております。ベストアーケードって何なのかっていう話なんですけど、アップルはですねアップルアーケードと呼ばれる、サブスクを提供してまして、そのアップルアーケードに加入していれば、好きなだけ、ゲームを楽しむことができると、そういうような、サブスクを出してまして、多分それで一番、人気なのか、選ばれたゲームということですね。はい、ということで、紹介させていただきました。以上がアップストアの、アワードの発表です。そしたら続いては Google Play Store の方に入っていきたいと思いますが、こっちはですねアワードという名前ではなくて、ベストオブ2022というふうに称されています。ちょっとねこっちの Google Play Store の方はさっきの App Store と比べると、おそらく対象地域に絞られていて、さっきのね App Store は全世界かなと思うんですけど、この Google Play Store の方はおそらく日本だけの話になるかなと思います。おそらくというか間違いないですね。はい、そしたらここからですね紹介させていただきます。まずベストアプリとして選ばれたのが Unext ということで、映画とか、ドラマアニメとかが、見放題の、アプリというものです。競合とかで言うとやっぱりネットフリックスとかHuluとか、そういったところになるアプリなのかなと思います。自分はちょっと使ったことがないので、どこが強みなのかはわからないです。で、続いてがですねユーザーの票を最も多く集めたアプリということで、これはですねもう実際にユーザーから支持されているアプリということですが、何が選ばれたのかと言いますと、ダイエットアプリアスケンというものが選ばれたみたいです。
はい。まあ、こちらもですね、自分は使ったことがないので、まあ、なんとも言えないんですけれども、まあ、ダイエットをね、おそらく、続けやすくしてくれるのか、まあ、サポートしてくれるのか、まあ、そういった、アプリです。で、見た感じだと、取るだけで簡単にカロリー計算とかもできるみたいです。はい。ということですね。で、続いてがですね、エンターテイメント部門ということですが、これが俳句コミックというものでして、フルカラー漫画を読めるアプリというものになっています。で、こちらもですね、自分が使ったわけではないんですが、皆さんにちょっとお伝えしたいことがあって、まあ、フルカラー漫画は、まあ、これから絶対に流行るということですね。かなり昔 の、 あの IT ラジオの方でも、まあ、紹介したことがあるんですけど、まあ、フルカラー漫画はね、本当に、まあ、普通の白黒漫画の上位互換と、言ってもいいかなと思ってて、もう全然体験が違います。自分もですね、ちょっと前にこのフルカラー漫画を読んだんですけれども、まあ、白黒、まあ、モノクロの漫画と比べてもう圧倒的に読みやすくて、まあ、しかもなんか、なんだろうな、まあ、キャラのですね、髪の毛の色だとか、まあ、洋服のおしゃれさとか、まあ、そういうのもね、全部伝わるので、まあ、フルカラー漫画っていいなって本当にね、あの感動した覚えがあります。まあ、今まではですね、やっぱり漫画を作るってなった時とかに、まあ、全ページカラーをつけるっていうのはなかなか大変だったと思うんですけど、まあ、今後はですね、 AI の力だとか、まあ、いろんなねツールが登場して、まあ、おそらくカラーで漫画を描くっていうのも、まあ、かなりね自動化されるかなと思うので、まあ、フルカラー漫画がもう本当に当たり前になるかと思います。はい。まあ、といっても、まあ、俳句コミックがね、ノミネートされている時点で、もう流行ってると言っても過言ではないかもしれませんね。はい。ということで、エンターテイメント部門で俳句コミックを紹介させていただきました。で、続いてがね、自己改善部門ということなんですが、こちらもですね、ダイエットアプリアスケンがノミネートされております。まあ、2冠ということですね。で、続いて、生活お役立ち部門ということで、B4 さんが選ばれています。で、この B4 さんっていうのは、家計簿とかを、まあ、共有するアプリで、まあ、かつ、オンラインで、プリペイドカードとかを発行できるようなアプリです。で、このプリペイドカードを発行して決済とかを行うと、まあ、簡単に家計簿になって、で、それを家族とかで共有できるみたいな、そんな感じのアプリだった気がします。で、この B4 さんはね、あの自分の記憶が正しければ、まあ、おそらくミクシーの子会社か、まあ、ミクシーがなんかね、関係していたような風な気もするんですけれども、まあ、ちょっとね、そこら辺まで覚えていないので、まあ、興味がある方はちょっとチェックしていただけるといいかなと思います。はい。で、続いてが隠れた名作部門ということで、アウェアファイかな、アウェアファイと呼ぶかと思うんですけれども、認知行動療法アプリというのがノミネートされています。まあ、自分もですね、ここはもう本当に専門外すぎて、なかなか、コメントしづらいんですけれども、まあ、心をケアするスキルが身につくデジタル認知行動療法アプリというふうに書かれています。はい。まあ、興味がある方はちょっとチェックしてみてください。で、最後、社会貢献部門ということで、まあ、ピリカというものが選ばれてまして、まあ、何ができるかというと、まあ、ゴミ拾いアプリと SNS を、合体させたようなものになっております。まあ、みんなでね、ゴミ拾いしたりしながら、まあ、交流することができるということで、まあ、かなりですね、世の中のためになる、素晴らしいアプリな気はします。はい、ということで、いろいろ、まあ、早口でしたが紹介させていただきました。はい、こんな感じで、アプリストアは毎年ですね、アワードみたいなのを開いていて、まあ、それをですね、眺めていくだけでも、世の中のトレンドがわかるかなということで紹介させていただきました。はい、ということで、今日の IT ラジオはこれで終わりにしたいと思います。また明日も IT ラジオやりますので、よかったらお聞きください。それでは、また明日の放送でお会いしましょう。バイバーイ。